はい、おはようございます。深村です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はぼかし肥料の回をねちょっとやっていきたいと思います。ぼかし肥料って一体何なんだろう、そして作ってみたいな、でも作り方がわからない、そういう方にね向けてぼかし肥料徹底的に今日はね作り方まで、まあ実際作るところまでやります。で、そこら辺のところをねやっていきますので、ぜひね最後までお付き合い願えればと思いますということでですね、まあなんかね堅苦しくちょっと話をしましたけど、あのぼかし肥料はですね、あの基本的に有機肥料です。でベースが米ぬかで、一般的に使っているのは油かすですね。この油かすと米ぬかを配合したものをですね、水とあとは微生物ですね、この微生物の力を借りて発酵分解という形をとってですね肥料を作っていくっていうふうになります。まあ、実際にあの作っていくとですね、あの発酵途中で発酵熱というのもねあの感じることができるようになると思います。あの高いと60度ぐらい、低いと40度ちょっとぐらいですね。あのそのようなねあの温度がどんどん発酵熱で出てくるようになります。で、あのこのようなね、発酵させて最終的に発酵熱が下がって、でぼかし肥料として発酵したものを畑に撒いていく、要は発酵物をですね畑に撒いていくことによって土壌の環境を良くしたりとかですね、お野菜にミネラル分を豊富に提供したりとかですね、まあそういったねあの効果がありますということと、もう一つは緩効性の肥料といって、緩効性というのはゆっくりゆっくり効くんですね。でゆっくりゆっくりなんですけど、まあ、実は最初の半分ぐらいはどっと効いていってですね、株に元気をね与えるんですね。でその後の半分、残りの半分ぐらいが、まあ、3ヶ月から4ヶ月ぐらいかけてですね、じわりじわり効いていきます。これは畑にいる土壌菌、土着菌、微生物に与えていくんですね。でその微生物を干渉させてですね、まあ、畑の中をですねゆっくりゆっくりびっくりさせないようにじわりじわり効かせていきながら、微生物と植物とそれを融合させながらですね、畑の肥料分として与えていく、そういう目的で与えていくのがぼかし肥料というふうになります。で今回はぼかし肥料作り方っていうところでやるんですけど、まあ一般的な作り方をねちょっとお伝えをしていきます。でこの後材料そして作り方までやっていきますので、あの実際にはですね今日用意しているのは米ぬかそして油かすです。でまた微生物として使っていくのが微生物資材、今回はコーランネオというのをね使っていきます。まあ、一般的に皆さんねよく有名でね聞いているのがカルス NCR というのがあると思うんですね。もちろんあのカルス NCR も あるんですけど、コーランネオをね今日は使ってやっていきます。どちらも変わりません。どちらもうまく作れますんで、そこら辺のところもですねあのお伝えしていきます。で今回作るのは好気性と嫌気性というのがあってですね、まあ、ここもですね簡単に説明すると、好気性というのは空気を好むその発酵のさせ方なんですね。嫌気性というのは空気を嫌う発酵のさせ方なんですね。で今回はですね嫌気性のぼかし肥料というのを作っていきます。なぜかっていうとですね、まあ、嫌気性の方がですね肥料がいいんですね。肥料が非常にいいんです。好気性はあの好気性でまたメリットもあると思うんですけど、嫌気性の方がおすすめです。おすすめで、まあおすすめについてね話すとまたすごく長くなっちゃうんで、今回ちょっと割愛しますけど、今回ねあのこの後嫌気性のぼかし肥料も作ってあるので、そちらも見ていただいて、同じようにね作りたい方、この気候ですから今ね秋、これから冬に入っていきます。冬に入ると微生物の活動というのは低下していきます。活動が休止していきます。ですからここまでの間にですねあの作っておいて、来年4月以降からですね、まあ、4月、5月、6月ぐらいからですね、畑の春野菜から夏野菜の定食をしていくと思うんですけど、まあ、そちらのね、肥料に向けて作れるのが今の、時期になります。これ冬に作るとですね、どうしても発酵分解が遅くなってしまうので、今のね、この10月下旬、11月、12月の中下旬ぐらいまでの間にね、あの仕込んでおくとですね、あの初期発酵、っていうのがね起こっていきますので、その間半年ぐらいかけてねあの作っていくっていうのがね、あの嫌気性のメリットになりますので、その作り方そして保管の方法というところまでね含めてね最終的にお伝えをしていきたいと思います。
はい。で、こちらが嫌気性の米ぬか発酵ぼかし肥料です。こちらはホーリーバジルぼかしというものになります。ホーリーバジルの花芽を使ってですね、油かすと米ぬかを配合したもので作ったものです。多分僕が世界で初めて作ったぼかし肥料になります。十分いい肥料ですね。このように茶色でですね、ふわふわとふかふかとしたね、いい肥料になっています。で、今回はこの肥料を作っていきます。で、実際にどういうね、ものを使うかというとですね、まあ、こちらに用意してあるんですけど、まずはこちらですね。この米袋に入っているのが、生ぬかですね。生の米ぬかというふうになります。こちらを使います。で、さらにこちらに、菜種の油かすというのがありますね。で、この油かすを使います。で、これをどのように使うかというとですね、だいたい5対5でもいいですし、7対3でもいいですし、これは作る方の好みによって、配合すればいいと思います。で、今回はだいたい7、3、または6、4ぐらいでね、作っていきたいと思います。で、あとはこのようにね、コーランネオですね。これは微生物資材になります。このように、腐葉土、堆肥、そして発酵肥料、ぼかしというふうにね、ここに書いてありますね。この作りに、最適なものになりますね。これが微生物資材というふうになります。で、今回はこちらを、使ってですね、発酵、分解、そしてこのような嫌気性の肥料というのをね、作っていきたいと思います。あとはですね、このように肥料の袋ですね、こういったものが嫌気性の発酵肥料を作るには非常にいいですね。これ空気を断ちます。嫌気性というのは嫌気、空気を嫌うというふうに書くので、まあこれをね、作ったものを最終的にこういう中に入れてね、半年ぐらいは保管していくようにします。で、そうすると、このようなね、自家製の有機肥料、ぼかし肥料が作れるようになります。まずはね、こちらに米ぬか、大体でいいですけど、入れていきます。はい、こんな感じでね、米ぬかを入れたらですね、続いてこちらに油かすを入れていきます。この油かすですね、こちらをね、入れていきます。これもね、大体でいいです。まあ、今日作るのが6、4から7、3ぐらいの配合で作っていきますんで、これだけでね、だいぶ優秀な、ぼかし肥料ができますね。はい。こんな感じでね、油かすを足したらですね、ちょっとね、入れ物が足らなかったかな。これを今度は混ぜ合わせていきます。はい、そしたら続いて、こちらのコーランネオですね。こちらを入れていきます。で、こちらもですね、コーランネオというのは、だいたいこういうね、ものになります。これは、カルス NC の場合はね、これが白いというかね、ちょっとね、肌色っぽいような色なんですけど、まあ、こっちの方がね、若干黄色がかかった色ですね。これをね、パラパラっと入れていきます。で、これが微生物の資材になりますんで、これをね、大体でいいので入れていきます。大体で構いません。まあこれぐらいの、量でしたら、100から200グラムぐらい入れておくとですね、発酵分解が進んでいきます。で、これをまた同じようにね、このように混ぜ合わせていきます。よくね、混ぜておきましょう。で、そしたら今度はね、ここに水を入れていきます。水を入れるんですけど、この水がね、適度にね、
入れます。でこの適度というのが水をね何度かに分けて入れていくんですけど、最終的にまあそうですね、これが握って軽く叩いたら崩れる程度、それぐらいまでのね水分量にしておきます。で最初の頃はねこのように水のダマができますんで、これをですねよくね乾いたものとこのようにこすり合わせてですねよくなじませていきます。この作業が一番大事です。ここはあんまりね作業をはしょらない方がいいですね。しっかりとね水分を含ませてあげましょう。で水分を与えすぎないようにしておくのがポイントです。まだね水分が全体に行き渡っていかないので、これ最初の時に水分をね入れすぎてしまうと後々ねまたこの資材を投入しなくてはいけなくなるので、できるだけねこまめに水分を入れながらですね、あとこのようにダマができます。でこれね水がねだいぶ含んでます。このようにこういうものをしっかりとねほぐしてあげます。こんな感じでねほぐしてあげます。ここでもう一度ね水分を入れるんですけど、水分を入れるときね少しこうくぼみを作ってあげるとねいいです。そしたらここにですねこんな感じでまたこのようにね一緒にほぐしてあげます。全体にね、まんべんに行くようにほぐします。何度もね、お伝えしますけど、最初のこの作業がね、一番大切です。ここをはしょるとですね、まあ、うまくね、発酵ができなかったり、あとは、水を入れすぎてしまって腐敗してしまったり、そういう原因にね、なっていきますんで、ここはね、しっかりと、このように混ぜ合わせていくようにねしましょう。このあと数日もするとですね 2,3 日で、まあ、今でしたら発酵熱を感じられるようになると思います。こちらの方はもういい感じですね。全体にまぶしていきます。全体にThank you.
はい、だいぶいい感じですね。だいぶいい感じになりました。はい、いい感じというのはこんな感じでね、握ってポンっていうとね、パラパラーと崩れます。握ってポン、パラパラーとね崩れる、これぐらいの状態が一番いいですね。握った時にこの指と指の間から水分が滴り落ちるようだと、これがね水分が多いので、その場合は米ぬかを足したり油かすを足したりしてね、水分の調整をしてください。はい、こんな感じでね、だいぶいいのが出来上がってきましたね。後期性の場合だとこのままですね、団子状に握ってこんな感じでね、シェルターを作っていくように作っていくんですけど、今回は後期性のものではなくて嫌気性のものを使うので、これを肥料のね袋に入れておよそ半年間寝かせていくようにします。はい、水分量はもう十分ですね。そしたら今度ね、こちらの作った肥料をこのように袋の中にね入れていきます。こんな感じでね、袋の中に詰めて入れていきます。はい、こちらにね肥料を、作った肥料を入れていきます。はい、こんな感じですね。袋の中にね肥料がこう握ってポン、パラパラーっとねすぐ崩れる程度ですね。はい、これでいい感じですね。準備万端です。で、そしたら、こちらをね、しっかりと封をしていきます。これが大切ですね。まあ、空気が入らないように、このようにね、しっかり封をしておきます。で、そしたら最終的にですね、ここに、嫌気性ですね、ぼかし、令和5年10月の26日で、こんな感じで嫌気性のぼかし、令和5年10月26ですね、6対4ぐらいの配合で作りましたっていうのがね、わかると思います。これをおよそ、まあ、3ヶ月もすればですね、できると思うんですけど、来年用なので、およそ半年はね、このまま寝かせておきますと。で、そうすると、こちらですね、このようなね、ぼかし肥料ができるようになりますね。いいぼかしですね。これが嫌気性のぼかし肥料です。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。まあ、今回ね、ぼかし肥料って何ですかっていう問い合わせがあったのでね、まあ、来年ね、ぼかし肥料をね、使う予定もあったので、ちょうどよかったので、お作りして、皆さんにご紹介をね、してみました。ね、まあ、今回はね、一般的なスタンダードな作り方ですね。まあ、このぼかし肥に関しては、米ぬか、油かす、これを5対5でもいいですし、これをね、僕はね、1対9でもいいと思います。で、これは作る方によって決められればいいと思うので、作り方の決まりというのはありません。ですから自作で自分が作りたい量で作ればいいと思います。今回は6対4ぐらいでね、6対4、7対3、まあ、それぐらいでね、配合したもので作ってますけど、まあ、それでもですね、いい肥料ができます。要は発酵させておくっていうのがね、非常に重要ですね。人間の体の中も発酵させておくといいですよね。いいうんちというのは、排泄物はですね、水に浮くんですよね。で、
腐敗してるものって浮かないんですよね。沈むんですよ。で、まあ腸の中の発酵度合いと同じですよね。で、これがまあ発酵というのはですね、まあ基本的に腐敗も発酵も全くね、一緒なんですけど、まあ人間がね、この定義をね、決めただけなものなんで、基本的にはね、一緒です。ただ、これをですね、腐敗の方に持っていってしまうと、腐敗というのは異臭がしたり、匂ったり、腐ったりですね。まあ要はぬか床とかもですね、カビが出てきたりとかね、そういったのは腐敗ですね。まあそういったのはいい発酵ではないので、要はぬか漬けが失敗ですよね。ね、食べても美味しくないし、ものすごくね、まずいですよね。多分食べないですよね。だから発酵させたものをいただくっていうふうになると思うんですけど、まあ今回ね、その発酵させる方法ということも含めてですね、作り方まで、そういったところも含めてお伝えをさせていただきました。まだね、作ったことない方、ぜひね、これ参考にして作ってみてくれればいいのかなっていうふうに思います。でね、今年ね、たくさんの方がぼかし肥料をね、作りました。で、僕のね、コンテンツの中でも、たくさんの方が参考にして作りましたよっていうことがね、お声をいただいてます。ですから、ぜひね、皆さん方、自分で作ったもの、自分でね、育てたもの、これがね、一番いいです。これが本当にね、やりがい、生きがいになります。ね。で、まして、今このようにね、太陽が当たってます。太陽が当たるということはですね、ビタミン D 活性なんですね。これはアルファ D3 活性なんですね。ですから、同じように植物と一緒なんですよね、人間も。太陽の光を得ることによって骨を強くする。要はビタミン D だけ吸収してても、骨は強くならないんですよ。これが太陽の光を得ることによって、十分なね、元気な体になっていくっていうことで、まあ植物も人間もね、全く一緒なんですね。まあ仕組みは全く同じです。この地球というかね、太陽系の中はね。まあ、地球で起こってる出来事というのは基本的に原理原則、仕組みは全く同じですから、まあそこら辺をね、含めるとですね、今回作っていくぼかし肥料もですね、そのような元気な野菜を育てるための要素の一つになりますんで、ぜひね、美味しいお野菜ができるように、またはですね、いい果樹をね、育てられるようにということでね、参考にしていただければと思います。ということで今日の動画、良かった方は高評価、またね、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。